動画の視聴ありがとうございます。ここでは私が担当する改正法パーフェクトガイド、こちらの方を説明してまいります。こちらですが、この2年間この司法書士試験では多くの法改正が行われています。これらを一気に網羅していく、こちらがこの講座になります。具体的にはどんな改正があったか、これ今画面出てるのは昨年の部分なんです。そしてここから下は今年の部分になります。で、この今年についても民法改正、不当法改正、他にもいろいろ出ておりまして、不当法の通達、これだって出ております。で、この通達に伴ういろんな説明などを見ていくと、また新しい情報がいろいろ出てます。遺産分割を原因とした公正だけなく移転についても単独申請ができると、こういった新しい情報がどんどん出ています。こういったものを網羅していこうとするのがこちらの講座になります。もちろん新規情報もそうなんですが、怖いのは昨年の部分のところです。昨年の法改正に関しては紹介程度、もしくはちょっとぐらいしか出ませんでした。ですがこれが本格出題されるのはおそらく次の試験からです。6年もそうですが、令和5年部分も怖いというのが来年の試験になります。この2つについて、令和5年そして令和6年の法改正対応するのがこちらの講座になります。こちらの方ですが、いや去年の部分はちゃんと去年しっかりやってるよと、だから今年だけの部分でいいよとって方もいれば、いや去年の分からもう全部ね、しっかりやりたいという人まで、どちらのことにもね、対応できるような講座設計しています。具体的には両方を全部受講する、6年部分だけ受講するという形でもできるようにしています。次に講義内容ですが、講義のレジュメ結構こだわって作ってます。改正内容が分かるだけ、理由付けがついている、そして図表まで完備すると、こちらの方に改正の内容が条文ベースで、そしてそのなんでそういうふうになったかといった経緯、このあたりの理由付けも入れています。で、この理由付け自体についてはがっちり全部読んでほしいというか、私は説明をする、で、分かりづらいところがあればね、そこだけしっかり読むという形で使います。講義で聞いて分かりづらいところだけしっかり読むという形で、こちらのレジュメの方は活用できます。またまとめ図表なども多く入れています。そしてポイント3、こちら今年の法改正部分、おそらく3月ぐらいには通達が出てくるはずです。登記義務についての具体的な、ね、運用方法などが出てくるはずです。そのあたりについてはその通達等が出た段階で私が別に収録をし配信をいたします。なので皆さんは自分自身で情報を集める必要はありません。法改正に関してはこの講座の方を受講していただければ、ちゃんと全ての情報が入ってくるように仕組んでおりますので、ご安心ください。これが私が担当する改正法パーフェクトガイドになります。ぜひ改正のところちょっと怖いな、情報集めしたいなという方はぜひご利用ください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。